今日からペイペイドームでのオープン戦となります。この試合から野手陣の主力選手も出場予定ということで、ファンの方々が待ち望む熱い試合が期待できそうですよ。本拠地で迎えるドラゴンズとのオープン戦、去年までチームメイトだった岩崎も古巣に挨拶。そっか、 V 奪回へ新生藤本ホークスの地元初ゲームです。今日から出場の柳田グラシアルに加え、モイネロも待望の一軍合流。主力勢もギアを上げていましたよ。今日の先発は石川、持ち味のテンポのいいピッチングでチームを上昇気流へと押し上げます。続いてはですね、宮崎春季キャンプで藤本監督から MVP に選ばれたプロ6年目の田中正義投手、今シーズンから先発に挑戦するためにあるイメージチェンジをしました。このキャンプの MVP は投手部門は田中正義です。田中正義ですね。田中君が一番いいですかね。かなり僕はやってくれるだろうと思ってますけどね。春季キャンプで首脳陣からの評価急上昇、プロ6年目田中正義。先月22日の試合では自己最速の156キロをマーク。その速球に加えてキャンプ中に覚えたカーブでバッターを翻弄、緩急を使った新たなスタイルに変えるなど、今年にかける思いは人一倍強いんです。やっぱり本当にいろんな方に応援していただいてますし、期待してもらっているので、そこに何としても応えたいなっていうのがあるので、強い気持ちで頑張りたいです。2016年、5球団競合の末ドラフト1位でホークスに入団。将来のエース候補として期待されましたが、結果を残せない日々が続きました。昨シーズンは中継ぎとして自己最多の18試合に登板、一軍で投げる自信をつけました。後半戦は一軍にいることができて、しっかりここで戦うっていうのはどういうことなのかっていうのをしっかり分かったっていうのが大きいかなと思います。そして今シーズンから先発に挑戦、開幕ローテーション入りを狙います。実績が全くないので、結果を出し続けることが求められるので、監督が使ってみたいっていうふうに思ってもらえるようなピッチングを、続けたいなと思います。今年にかける強い思いを持っている男はキャンプ中にイメージチェンジ。ご覧のように終盤からメガネを装着、視覚からレベルアップを図っているんです。トレードマークみたいになってくれたらいいかなと思います。しっかり見えてる感じはあるので、しばらくは続けようかな。その効果は早速試合でも、見事な牽制タッチアウト。なんとメガネで視野が広くなっていました。本当にそうなんだ。ここで気になるメガネについて質問。もしかして相手バッターの弱点とかよく見えちゃったりするんですか？どういうメガネだとしたらすごいです。アニメの世界です。すごい質問。困ってんね。難しい質問失礼しました。メガネをかけた時のピッチングは3試合でわずか1失点と安定感抜群。まさに視界は良好。ピッチングも絶好調です。マウンドに上がってしまえばもうバッターと勝負するだけなので、ピッチングっていう面で言えばやっぱり一番安定してますし、今年は一軍で1年間戦力になれるようにしたいです。開幕まで残り23日、ペイペイドームに帰ってきた田中正義。開幕ローテーション入りへ本当の戦いはこれからです。順調に来てますし、ここからは本当に結果が全てというか求められると思うので、それに向けての準備を、しっかり福岡に帰ってもしたいなと思います。